肉食とは、狩猟採集社会では、自然界の鳥、獣を捕らえて、その肉を食べていた。こうした狩猟は、現代も行われており、獲物の肉は狩猟者本人が、食用にするだけでなく、販売もされている。畜産を含む農業が発達すると、家畜として育てられた動物の肉を食べることが主流となった。 飼料を与えて育てた家畜から食肉を生産することは人間が直接的に植物性の食物を食べるよりも多くの飼料植物を必要とし効率がかなり悪い。世界人口の増加による食肉不足への備えや重肉を避ける人向けに食感を肉に近づけた植物由来の人工肉も開発、販売されている。 様々な宗教で元となる動物の種類や処理方法により、食して良い肉と食してはいけない肉を区別している。宗教とは別の個人的な価値観や思考、健康上の理由などで、肉全体あるいは一部の肉を食べない人もいる。動物考古学においては、遺跡から出土した野生獣や家畜の動物遺体を素材に、遺跡の性格などと総合して、 食用としての用途を考察する。犬や馬などは埋葬されたケースもあり、遺跡から出土した動物遺体の用途の判断は、まず骨格が解剖学的位置を保った埋葬事例と区別する点が留意される。動物を食肉として利用するためには刃物を用いて部位を切り分け、筋肉を骨から剥がし、場合によっては骨自体を断ち切り、骨膜を剥離するなど様々な作業が行われ、 その過程で骨自体に解体根や切断根、騒根などが残される。また、食肉痕跡の可能性のある重骨は破損した骨が散乱した状態で出土することも特徴とされている。ただし、これらの特徴を有している資料も、祭祀や高狩りの餌としての利用など食肉に付随する、あるいは食肉以外の用途であった可能性も考えられる。また、 肉食の痕跡は人骨に残されるコラーゲンに含まれる炭素と窒素の同位体比測定から推察する手法も確立されている。距離に関しては自然界の魚を捉えて、つまり漁を行って魚を得て、それを食べている割合が圧倒的に多い。日本では伝統的に魚を食べることが盛んであり、これが日本人の健康に貢献していることが知られている。また、 様々な獣や鳥の狩猟が行われて食べられている。農業が盛んになってからは狩猟をして捉らえる量よりもむしろ肉畜を飼育する割合が増えたが、ヨーロッパでは自然界の好み、木の実などを食べて育ったジビエの美味しさがよく理解されており、高級料理店で盛んに食べられており、食材店でも並んでいる。日本でもようやくそれに気づく人が増えてきた。 家畜一覧より改変。その立地域文化により多数。多くの文化では、宗教的、政治的、衛生的な必要から肉食に対して制限、制約するという食のタブーがある。多くの文化の中で、ユダヤ教、キリスト教やイスラム教等のアブラハム系の宗教の場合は、特に著しい。原始仏教仏教では、肉食を、に、くじきと読む。 原始仏教では、ビクは糧をその日ごとで小食することにより食を得、与えられた余り物の食べ物に肉が入って、異様がなかろうが差別なく食べることになっていた。南殿及び北伝の中でも古い経典においては、釈迦その人が肉食をしたこと、釈迦の最後の食事は豚肉料理であったと記されている。さらに、釈迦仏の弟子であったデーバだったが威廃した原因は、 デイバだったが、菜食主義を戒律に含める主張者化が明確に否定したからであると記されている。生き物の殺傷を禁止する仏教において肉食が禁止されていないことは矛盾であるとように思われるが、これは当時の肉食に関する宗教論争と関係する。仏教の起こった当時のインドにおいては、仏教だけでなく、ジャイナ教などの多くの宗派が貧ーを標榜していた。 特にジャイナ教においては畑を耕すことによって虫が殺されることなどを指摘し、肉食する、死内に関わらず生存する限り間接殺を免れぬことを理由に無職による自殺を最上の行とした。これに対して仏教は間接殺を理論的に突き詰めることの限界を理由に中道を掲げ実際に生き物を殺す直接殺のみを明確に禁じ、 関節札においてはあくまでももらい物の肉が、殺すところを見なかった肉、供養のために殺されたと聞かなかった肉、自分のために殺された疑いのない肉という三種、清し肉であれば食しても問題はないとされた。さらに、ここで重要なのは、古代仏教においてビクはあくまでも、家庭の余った食事を物乞いすることによっての未食を得るため、 肉食イコール肉の勾配による間接殺という矛盾が成り立たないことにある。大乗仏教これに対し、北方に伝来した大乗仏教の経典、両画業では、清肉というものは存在しないと明確に説く。しかし、大乗の理論的基盤を提供した、たつきも肉食を禁ずるにおいて、肉食が摂生界を破るという主張は行っていない。代わり肉食は、 慈悲心に基づく菩薩道において進められるとの主張を行っている。すべての肉食を制限するという傾向が時代の経過とともにつれ強まり、中国では食物を訓と元に分け、訓をはっきり禁制するようになった。したがって日本や朝鮮半島もこの影響を受けた。とはいえ、大乗仏教も上座部仏教と同じく悟りを得るというのが最大の目的である。 そのため、そのような細かい正解にこだわるのは、かえって悟りを妨げると考える僧侶も現れた。法年の弟子診断は、戒律を守る人間が善人で救われるのであれば、戒律を守ろうとしても守れない悪人は救われない、悪人こそ救われるべきではないか、末法に、戒律は必要か、という疑問から自らを悲創卑俗と呼んで、ついに、肉食再体を行ったと伝わる。 日蓮も、末方向かいから肉食を禁制していない。一休は、周囲の仏教界に反発心の現れで、肉食や飲酒した、風教な例として有名である。多くの宗派では、平安時代より明治時代に至るまで国の法律である、宗二霊や江戸幕府による、寺院発徒等による、刑罰、寺院内での規約である審議があったために、それら法規に従って、 肉食祭隊の禁制を守った。一方、新蘭の遺訓から新州各州派では肉食祭隊が常となり、江戸幕府もこれを容認した。明治となり、政府が国家浸透政策を打ち出し、総二例などの法規は廃止され、明治5年大上官、布告133号において、僧侶肉食祭隊蓄発等を固め勝手児と宣言。 僧侶の肉食祭体に対する刑罰はなくなったものの、一定の厳しい修行期間、修行像は精進料理のみを食して、一切肉食することはなく、菩薩会の肉食界を遵守するという宗派は今も多くある。道教中国の道教も仏教の影響を受けて、肉食をしない精進料理が基本となっている。台湾祖食は道教の影響が大きいと言われている。 ユダヤ教ユダヤ教徒の場合、その聖典である聖書によって食べることのできるものと食べることのできないものが規定されている。カシュルートオサンショウのこと。ユダヤ教徒にとっては特に豚の肉は悪魔と同等にして意むべきものである。砂漠や周辺の乾燥した気候では、寄生虫を持つ豚肉を十分に加熱するための焚き木などの燃料の調達が困難であり。 調理の不十分なまま豚肉を食べたことで健康を、害し、あるいは死に至るなどした経験がその原点に存在するとも言われる。現時点においても、現に豚をイスラエルの中で飼うことは、制限があるようである。また、鱗のない魚、エビ、猛筋類など細々とした禁気がある。その他に、シチューなど乳を肉と一緒に料理することへの禁気もある。これは、本来、 立法の中で子羊をその母の父で煮ることを今めていることに起因している。つまり母親が自らの子を養うために出す父でその子の死体を煮るということを非倫理的であるとしたことが元々の姿である。したがってユダヤ教徒は戒律に従う限り親子丼なども食べることはできない。またチーズバーガーなど乳製品と肉類を同時に食べることも禁止とされる。 キリスト教ユダヤ教にルーツを持つキリスト教信者も、その多くは豚を食べることを制限する傾向があったようである。キリスト教信者の場合、四巡説の頃には、肉を食べることを制限して、肉を食べないことの苦痛で、キリストの死の苦しみに思いを寄せようとする習慣がある。新約聖書でも、イエスが悪魔に取り憑かれた人間から悪魔を追い払い豚に乗り移らせ、 湖に走り込ませて敵視させたことが書かれている。また、第7日安息日イエスサイリン教会では、ユダヤ教の戒律に準じた食品の摂取と、菜食主義を進めている。イスラームキリスト教と同様にユダヤ教をルーツとし、キリスト教も内包する、イスラーム信者の制限は、カシュルートをもとにしたハラルとハラムの考え方による。ハラルとは許されたという意味であり、 神に食べることを許された食べ物を指す。ハラムとは禁止されたという意味であり、食べることを許されない食物のことを指す。イスラームの正式なやり方で屠殺された。肉以外は、ハラムに該当し食べてはならない。豚や肉食動物、うなぎなどは無条件で、ハラムとされている。親と子を一緒に食べてはならないという戒律を守る人もいる。ただし、どれぐらい 厳格に守るかについては、各個人や学派によって、かなりのばらつきがある。日本では、野菜炒めや、クッキーなどの洋菓子類にも、動物由来の油脂が使われることがあり、料理そのものは一見植物に見えても、厳密には、ハラムに該当する場合があるため、日本に滞在する、イスラーム信者の間では、会立への定食を回避するためのリストが作られている。イスラーム信者の中では、 豚は特に忌み嫌われており、ユダヤ教徒と同様に悪魔の化身に等しく扱われている。近年では、日系企業が現地で生産していたうま味調味料の製造過程で、豚由来の酵素を使用していたことが発覚し、イスラーム信者が多数を占めるインドネシアで大問題になったことがある。ヒンドゥー教ヒンドゥー教では牛を性別するため、 牛肉食に関する制限があるのみならず、多くが、菜食主義者である。菜食主義者の例として、ガーアン・リーは、菜食主義者のカースト出身であった。祝教祝教では特に肉食の規制はない。ただし菜食を進める傾向がある。日本日本では、日本初期によると天無4年4月17日のいわゆる、肉食禁止令で、4月1日から9月30日までの間、 死魚の保護とご地区の肉食の禁止が定められた。ただし、鹿や、イノシシ、野鳥など狩猟されたものは除外されており、常食ではないが、肉食は続けられた。その後も、肉食の禁止や、規制の法律はたびたび現れたが、法による、規制以上に神道による物意味と、仏教による殺生を戒める説法が肉食を、忌避する下地を作り上げた。 何度も肉食禁止の法律が出されたのは、それだけ肉食を行う者が少なからず存在したということであるが、社会階級によって肉食規機の範囲や感覚は異なっていた。旧世紀前半までは天皇でも鹿やイノシシを獲物とする狩猟を行い、また牛肉も食べていた。なお、クジラは魚の一種と見られていた。また、カリ鍋やカモ鍋など、 野鳥の料理は普通に食べられており、沖縄、南九州などの地域では、養豚が行われ独自の肉食文化が発達した。江戸時代後期には適度な肉食は体に良いという認識もあり、モモンジアが現れ、都市部においても肉食が流行した。松本良順は、新鮮組に養豚を進めた。江戸では、野鳥が乱獲によって確保できなくなったため、 柏シワやシャモといった鶏で代用することが普及したが、風紀の乱れとして行き通る人もいた。大名家でも肉を食する習慣はあり、徳川家では正月にうさぎ肉の吸い物が出されていた。江戸の薩摩藩邸では豚やイノシシが食用として飼われていた。また、その薩摩の豚肉を好んだことから、一橋義信は豚一用とあだなされた。 その他にも、赤市城の武家屋敷で裏庭に解体された犬や牛、イノシシの骨が埋められており、肉食の伝統は続いていたことがわかる。中国中華料理では、食材に関しては、食べ物の制限は、ほとんどないに等しいが、基本的に加熱して食べることが求められる。例外として、純徳料理や八火料理の刺身に似た料理、上海料理の中国木ガニ、シャコ、 ブドウ貝などのカス漬け、台湾料理のしじみの醤油漬けなどの生肉の料理がある。半生の肉食品も嫌われるが、例外的に最低限美が通った、血の滴る状態が良いとされるものに、関東料理の白切れ鳥や福建料理の赤貝類の茹で物などがある。また、豚など血を加熱して、寒天状に固めた食品もよく食べられる。広東省の食文化を語る場合、 次のような冗談がよく言われる。空を飛ぶものは、飛行機以外、水に泳ぐものは、潜水艦以外、二本足のものは、人間以外、四本足のものは、テーブル以外、すべてを食べるこれは、関東料理の多様性を示すものであるが、実際には、他の地域の中華料理もその土地ならではの食材を使っており、ラクダ、ロバ、アジアゾウ、ハタネズミ、食用コウモリなどを食べる地域もある。 犬食文化は、吉林省、湖南省、奇襲省などにも見られる。古来からの伝統として、広東省では蛇を食べることもあり、その習慣は他の地域にも広がりつつある。重慶市や広東省では、猫肉料理もある。中国でも、香港では条例で犬や猫の虐待やキッズ食を禁止し、罰則も設けている。モンゴルモンゴル人の場合、その調理法に、 家畜のすべてを利用するところで制限を受ける。これは外部との関わりが薄い遊牧生活を続ける上で多くのものを自給する必要性があるからである。土殺の方法として血を行ってきたりとも地面に落としてはならないそうである。チベットチベットの場合、家畜は荷物の輸送やバターを作るための土を提供するために必要であった。その一方で冬が訪れる前には、 羊や薬を潰して大量の干し肉を作り冬に備える。冷涼な山岳地帯ゆえに食肉として適用できる家畜が限定されてきたという事情は十分に考えられるが特に近畿とするものの話は知られていない。韓国朝鮮半島の土地区食は高来期の猛虎侵入から語られることが多い。李氏朝鮮期には土地区が禁じられたがこの禁令は 牛馬が主に濃厚に刺激するための動力とみなされたことと飼育数が少なかったことによるもので近畿を伴うものではなかった。半寸近在の貴族や宮中では肉料理がともじられ、暖炉会など屋外でバーベキューパーティーのようなことを行う風習があったとされる。現代の韓国料理では中国同様食材に関しては食べ物の制限はほとんどないに等しい。 韓国では毎年約200万から400万頭の犬が食用として消費されており、ソウル市だけでも500件の犬料理店がある。ソウル市は犬に関する食品安全基準を定めるために犬を食用家畜に分類する方針であり、それに反対する動物愛護団体は犬が食用家畜に分類された場合は、犬肉の消費量は急激に増大するだろうと語っている。 肉食と人の健康他の肉食動物の場合は、捕食する草食動物の血肉からビタミン D などの微量栄養素も摂取できるが、人間の場合は加熱調理によってその大半が失われてしまうため、別に植物性の食物を取ることで補う必要がある。逆に、野菜の育たない局地に住むエスキモーは生肉を食べることで必要となる微量栄養素を摂取してきた。また、 極端な肉食によって、もろもろの癌や心臓疾患が引き起こされる事実が、医学的に立証済みである。その一方、肉食でないと摂取しにくい鉄、亜鉛、ビタミン B 類、必須アミノ酸類なども含まれ、極端な菜食主義では、ミネラル類などの欠乏症を招く恐れがある。エルク発がん性リスク一覧において、加工肉は発がん性があるグループ1に、 赤新肉はおそらく発言性があるグループ 2A に分類される。肉食と環境、食料問題牧畜は大量の資源を消費する。特に直接関節を問わず水資源の消費が膨大である。例えば、小麦を1キロ作るには2トンの水が必要で、10キロの小麦から1キロの牛肉が採取できるため、牛肉1キロを生産するには20トンもの水を使用している。 実際に大規模な畜産業が発達している。アメリカでは牛肉を大量生産するために地下水を大量に使用している。オガララ耐水層はこの牛肉生産を支えるための穀物生産により急激に水位が低下している。このように肉食は環境破壊へ繋がる場合がある。また他国から食肉を輸入する国は、すなわち水資源を輸入しているのと同じことになるため関連がある。 一方、戦術のように肉を得るには、その10倍の重量の穀物が必要であり、単純に考えて、肉食は直接穀物を食べるのに比べて1、10の数の人間しか養えないことになる。特に欧米の大規模畜産による穀物の大量消費は、食料問題の観点からも問題になっている。動物の権利詳しくは、動物の権利を参照。例えば、 法学者で動物の権利を主張するゲイリー・フランシオンは一般に不必要な動物への危害は避けるべきだとされているが肉食も不必要な危害の禁止に反しやめるべきだと指摘するアフリカでは拡張を牛が飼われ現在でも人間と特別な共同体を作りながら生活している地方があるこのような環境下では牛は貴重な財産であり 神聖視されることもある。北米に白人たちがやってくる前にはアメリカ先住民たちがバッファローの狩りをしていた証拠が見つかっている。また、酒などを対象とする漁業も行われていた。後に北米に入植した西洋人たちは西部でスペイン語でバケロや英語でカウボーイと呼ばれる特別な文化を作り上げた。南米では先住民は 弓矢や吹き矢を用いて鳥や魚を取っていた。取れる地方では大小のアルマジロを捕らえる習慣があったらしい。最大のゲ、ハルイであるカピバラを食べる地域もある。ペルーなどではモルモット大のゲ、ハルイの仲間の一種が山岳地帯で食べられるらしい現地で手獣と呼ばれるトカゲの仲間を唐揚げにしたりして鳥の肉に似ていると言って食べることがある。南米では パンパの大平原で牛を飼う習慣が、スペイン人たちによって持ち込まれた。特に、ブラジル南部のシュハスコという牧道料理が有名で、シュハスカリアというレストランでは、ロジージオで、時間制限がなく、食べ残して、冷たくなった肉は皿ごと取り替えてくれる。そのため肉に関しては贅沢である。ただし、日本にもシュハスカリアはあるが、本国とは少し異なる。 英国を中心とする西洋人が牛や羊を飼う習慣を持ち込んだのは確かである。近年ではやや下火で、州によっては禁止されているものの野生のカモを重機を持って仕留め、食すこともある。変わったものとしてカンガルーを家畜化しているところもある。さらにはワニや野生化したラクダマでもが食用とされた際な肉食文化がある。イヌイットが北極圏においてその環境下で、 最適化された生活を営んできた。小さいクジラ、アザラシなどの肉を生のまま食べて、ビタミン類を補給する食文化は独特なものである。アラスカの島々において、何万人もの生活を捕鯨によって支える文化が存在していた。人類の進化の過程での肉食は脳の肥大を促進したとする説がある。人間、人を参照。ユダヤ教においては、 聖書で神はアベルによる家畜の捧げ物を善主とし、農作物を捧げたカインを買えるみなかったという記述によって現れている。ちなみに深い森に包まれ牧畜を営めなかったヨーロッパでは神が人間のために動物を作りたもうたとするキリスト教の解釈が導入され新聖化は起こらなかった。家畜を買わざるを得ない環境をもしも移動のための生き物がいなければ、 人間はオアシス間の水の不足を補うために大量の水を自ら運ばねばならなかったであろう。しかし、ラクダの飼育がそれほど金星のものでない証拠としてチーズの発見をキャラワンでラクダの父が飲み残され、それが発行してできたと記す書物がある。ちなみに21世紀以降では中東のラクダはほぼ絶滅状態にあり、現在は大量に 自然繁殖しているオーストラリアからの輸入に頼っている状態である。人間が同種である人間の肉を食べることをカニバリズムという。文化的には宗教、儀式、もしくは勇気の証明のために他人や親類の死体や体の一部を食べる習慣は古来より存在していた。他には性的快楽を得るために人肉を食べる場合もある。 詳細はカニバリズムを参照中国、朝鮮、ベトナムなどの中華文明圏では人肉が漢方の一種ともされていた。現在でも胎盤は健康や美容のために食される。また、飢餓などの他に食物のない極限状態においてやむなく死んだ人間の肉を食料にする事例もある。例えば、船舶が遭難し食料がなくなったために人肉を 食べたミニョネット号事件や、光ゴケ事件、豊臣秀吉が多用した、兵糧攻めの際に攻められた側の兵士が合死した、人間の肉を食べた事例や、最近では北朝鮮で大規模な飢饉が起きた際に、人肉を食べた事例が報道されている。ありがとうございます。